治市の岩屋に場所を移して海の生き物の勉強をします。子どもたちに海を身近に感じてもらい興味を深めてもらうことを目的に開催された兵庫シーレンジャー in 淡路島。人工的に作られた岩場で小さな生き物や海藻などの生態を調べていきます。食べれることはこれひじき、ひじきこれだ、これひじき、ひじき、みんなメカブって言って食べてる。あ、メカブ。そこに胞子ができて、もうこれ終わりかけっていうか、みんな全然スルメの足っぽい。ああ、ゆっくり行って、ツノマタかな。初めて見る珍しい海藻に子どもたちは興味津々の様子でした。海のことってあんまりよく知らなかったけど、なんか今日なんかいろいろ探したりして、なんかすごい海のなんかすごさ、偉大さがすごく分かったので良かったです。普段今の夏の時期だったら海水浴場とかいっぱいいて、で泳ぐだけだけど、改めてこうやって観察っていう機会を設けてやったら、いろいろな生き物が見れてとても楽しかったです。集められた海藻を神戸大学の施設に持って帰り、標本作りを行います。種類別に分けていき、名前を調べた後、台紙に貼り付け乾燥させます。シーレンジャー2日間終わりましたが、はい、どうでしたか？いや、知らないこといっぱいで、子供たちより僕の方が勉強になったんちゃうかなと思いますね。今までは泳いで、いかに早く泳いでとかっていうところにばっかり目が行ってたんですけど、そこにいる生物っていうものは初めて見たんで、また海の楽しみ方っていうのが広がりましたね。今日の授業か、あるいは昨日のお話、昨日今日の、フィールドに出ての自分の体験から、これはもうちょっと詳しく知ってみたいなっていうのを考えてみてください。なんでもいいです。興味のあることを、何か一つ選んで準備をしておいてください。後日行われるサードミッションでは、子どもたちが調べたことを発表します。その模様はこの番組で放送する予定です。お楽しみに。海と日本。